ートハート、やっぱり僕の嫁はミサレちゃんだけだよ。これ見てこのシンクロ具合ナージクとミサレちゃんの歩き方のシンクロ具合見て、これは長いこと連れ添ってなかったらできないゲートだよ。うへへうへ、一緒にベッドに行こうね。うへへうへへ、歩き疲れてませんか。はじめよりは体力がついてるから大丈夫ではないけど、最悪な状態ではないよ。そうですか、頭が働くようでしたら大丈夫ですよ。これまでの情報をまとめましょう。まずハッカーの目的についてですね。ハッカーの目的、あ、俺が選ばなあかんのか。目的について、これかハッカーとその上にいる人物と目的が一致してないよな。ハッカーとあの人との目的は一致してないって言ってたよね。その通りです。ハッキングを行うという点で一致しても、その他の意図では食い違いが起きていたようですね。うん、それではその違いとは。もう俺が選ばなあかんのか。違いが、あや、違いがこれか、これかな。全人類の意思を統一することが上のっていうか、ミカドお兄さんの目的やけど、他のメンバーはそんなことなかったみたいな。全人類の意思の統一、これにどんな意図があるかはわからないけれど、それはおいおいわかるでしょうが。ミサネちゃん、どうしたの。久しぶりに俺に会って俺の魅力にようやく気づいた。いえ、次はそのようなことをしようとするあの人と呼ばれていた人の正体ですね。ミサのお兄さんだよな。ミカドお兄さんっていうことを前回とうとうナナシ君も知ってしまったよな。俺は前から知っとったけど。それがミカドお兄さん。でもミサイちゃんは知っとったみたいな感じの反応だったような気がするよな。ミサイちゃんは未来からミカドお兄さんを追ってきたの。はい、そういうことになります。ミカドお兄さんとは知り合いだったんだよね。はい。なら、どうしてそういうことをしようとしたのか、ミサエちゃんの方が分かったりしないかな。確かに。なんか、ミカドお兄さんを止めに来たみたいな感じじゃないん、この感じからしたら。それは、私にもあの人のことはよく分からないんです。え？ハッカーの方たちも言われていた通り、今のあの人を理解することなんて到底できないと思います。どんなに頑張っても、です。ミサネちゃん、あー、なんか思い詰めとうような感じなんやな。これからどうすればいいのでしょうか。うん、なんかどうすればいいかわからないときはとりあえず寝ちゃおう。うん、寝たらちょっとすっきりするよ。なんならナシ君と二人で横になって添い寝、添い寝だ。私のやってることは本当に正しいのでしょうか。俺に聞くの？その言い方はないと思う。な、ミサイちゃんが正しいと思ってたなら、それは正しいんだと思うよ。俺はね。そうやな。そうですか。落ち着いた。ありがとうございます。私が行ったことで少しでもいい未来へ変わるのなら、あなたが変わるのならば、私は私を犠牲にします。え、あ、今の音、ミカドお兄さんが帰ってきたのかな。おお、もう真犯人つうか、ボス、ボスがこのタイミングで帰ってきちゃったよ。彼にも話を聞かないといけません。うん、そうだね。なんか事件に自分の身内が関わってきとって嫌だな。ミカドお兄さん。やあ、こんにちは。こんにちはじゃねえわ。ミカドお兄さんって黒幕？スパッと聞きます。そうだね。やっぱりー黒幕だと分かった時の顔じゃないわ、お前ら。お前、それでどういうところまで分かってるの。
ハッカーと方向性の違いで解散してお兄さんが世界統一しようとしてるところまで方向性の違いで、お前バンドグループじゃないんやけどな。なるほど。じゃあまだわからないことがあるってあるんじゃないかな。え、まだ解消できてない謎があるはずだ。きっと意図的に隠されたもの何かあるんじゃない。意図的に隠されたもの、なんで人類の意思統一を目指すのかってのは気になるけどな。解決できない謎。これ解決しちゃうの？なんで意思統一してるかとかそういうんじゃないんじゃ。え、じゃあ何？ハッカーは何かしらの対策をしている。どうして？どういうこと？ああ、これだ、やっぱこれだったんじゃ。そうだ、ハッカーの心が読めなかったんだ。それで？俺が心を読むために使うのは俺が見える数字、つまり管理プログラムとは全くの別物なんだけど。うん、そうだ、ミカドさん、そろそろミサイちゃんも隠すのは辛いだろう。俺の呼び名を偽るために心を苦しそうだし、呼び名を偽るため旅、え、ミカドお兄さん、ミカドって名前じゃないの？なんで名前だ、お前は。意外とノブオとかさ、日本人っぽい名前だったりするんかな。ノブオとか井上ノブオえ、もういいだろう。ミサイちゃんは嘘は綺麗だし。さて、さっきの答え合わせをしようか。ハッカーが特別な監視を受けられないようにされていたのは分かってるってことだよね。いろいろ手伝ってもらうときに不都合かなって思ったからさ。それでも完璧にはしてないけれど、それは管理プログラムがそもそも俺にしか湧かないように組み上げられているから。そしてそれは俺が普段見えている世界をそのままプログラムに落とし込んだものなんだ。これでスッキリしたかな。よくわかんないですね。あ、わかったんじゃ、なしくんよ、わかったんじゃ。ごめんな、俺にはわからんかったわ。それよりも見た目に名前から市民席のデータまで何から変えてたんだけど、なんでバレちゃったのかな。やっぱり僕の気持ち悪さは隠せないってことかな。なぜということは、自己紹介 し直さないとね。せっかくだから昔のように紹介しようかな。なんだ昔のようにって、お前バンドグループで参加してた頃みたいな感じで、ギターのミカドーダン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 、なんだこれお前だちょっとかっこいい、なんかちょっとかっこいいよこの感じ。このちょっと若干斜め上を見とるような構図の写真の撮り方、かっこいいよ。いやー、見た目ガラッと変わった。おい、見た目ガラッと変わったぞお前。着替えてきたとかそういう、あ、待てよ、ちょっと待て。え、いや、ちょっと待て、そもそもこれなんか七橋くんをそのままお泊まりにしたような感じだよお前。いや、いとこだとしてもさ、いとこだとしてもなんかまんま七橋くんっぽい見た目しとんだよお前。おい、え、未来から来たって、もしかして未来から来た七橋くんなん。え、わあ！みんなにはゴミ、クズ、ウジ虫、オヤシ、ホコリ、プランクトン、カス、その他諸々と呼ばれていたから、君も好きな名称で呼んでくれ。そういうことあったの？マジですか？どうして？いや、ムサイちゃんの意図を汲んだ上だよ。過去の僕にその事実を伝えれば、これから君たちはどう動くのか、僕自身も気になったからさ。やっぱ未来の七橋くんだったん。メサイちゃん、それを知っとって過去の七橋くんに会いに来たみたいな感じなんじゃ。そうだ、過去の僕に伝えておこう。未来の人物が過去にその本人に干渉することは未来の物事まで大きく変えてしまうということは聞いたかな。これが未来の改変。もう一つ別のものがある。未来の消去。どの程度なかったことにできるかは僕自身が試したわけではないから、これは不確定だけど、そうだな、ここに来て僕がいろいろとしたこと、それくらいはなかったことにはできるだろうね。すべて僕がここに来る前に元通りにはなるよ。その方法って？言葉通り、
僕を消すことだよ。世界は整合性を保つように作られているからね。そんなあれなんてなかったようにすぐに思ってしまうのさ。どちらにせよ、僕の存在なんていうものはあってもなくても、むしろない方が良かったってなんていうのは、ご覧の状況を見れば大体見当はつくんじゃないかな。なんかすごいネガティブなことをポジティブに言うな、お前は。本当相変わらず成長しても。さて、僕はタワーの頂上で待っていようかな。頂上の管理室にはキーがないと上がれないから、君たちに一つ渡しておくね。ムサネちゃんほど長い期間かまってくれたのは初めてだったから、他にいいお礼の仕方が思いつかなかったんだ。じゃあ待ってるから、ぜひ答えを聞かせてくれ。僕はどんな結末も受け入れよう。マジかよ。ナシ君自身があんなことやりよったってことなんじゃ、過去で。過去に、わざわざ過去に来てって。がほうなんじゃ。メサイちゃんもそれを知って過去に来てくれたって。これが俺に隠してた理由だったのかな。そうなります。そりゃあんなこと言われちゃったら、それに未来の俺に、どうする。ナエさんは友達作りを続けてください。なんでこんな状況にまで。それが唯一未来のナエさんに会う前にできることです。これって何か意味は。私の知ってるナナシさん、未来のナナシさんがああいうことになってしまったのは、あの人が言っていたように、あるものが欠落しているからです。あるものってなんだ。常識。それって言葉では表しにくいものですけど、大切なものです。大切なもの。僕にとって大切なもの、酒と女かな。私にも心が準備があります。準備が整ったら呼んでください。わかったよ。はあ。マジなん。